本日はお集まりいただきありがとうございます。あの、本日このようなタイトルであの発表させていただきます。まず、えっと自己紹介ですが、名前は池田大使と申します。で、略歴としましては、あのこれまで自然言語処理のあの研究開発に取り組んでいて、今もえっと自然言語処理の研究開発を企業で行っています。あとあの。 個人開発者の取り組みも行っていて、視線言語書に関連するあのソフトウェアだったり情報というのを公開しています。あとまあ作ったものをあのパイコンでよく発表させていただいています。で、今日の発表内容ですが、えっと、GitHub API からあのデータを取得して、 そのデータを自然言語処理で加工することでオーサムリポジトリを作るという方法を説明したいと思います。まずイメージですが、このスタートの部分が GitHub API からデータを取得するところから始まって得たデータというのを自然言語処理で加工してそれをオーサムリポジトリにするというような発表内容です。この発表の目的としましては オーサムリポジトリの作り方を通じて大規模言語モデルの活用方法と効率的な情報収集の方法というのを共有することが目的ですなのであの、まあ、細かく分けるとこのようなあの感じになるので1から5まで書くステップがあるのでそれについて今日はあの説明したいと思いますで目次はあのこのようになっていてまずは 情報収集のの現状というをますでまずあのエンジニアが情報収集を行う頻度はどれくらいなのかなと思ってあの調べてみましたで実際にあのアンケート結果がありましてアンケートが、まあ、約、えっと、500人ほどのアンケート回答者がいてその30%が1日に12回, 1, 2回3回以上情報収集を行っているっあ書いてあって 確かにあのそういう人多いなとあの印象としても思っています。でもう一度あの調べてみた内容があってこの情報収集を集めた情報というのはどれだけ開発パフォーマンスに影響があるかというのも調べてみました。そうすると同じようなアンケートがありまして、えっとまあ、ここでのアンケート結果はあのこの真ん中に書いてある通り、ありここでも30%いかないぐらい5人に1人以上が 業務に必要な情報に検索する時間が1分から5分ほどかかっているということで、あの情報型に対するあの課題というのが、まあ、日本のオフィスワーカーに影響を与えているというようなあのアンケート結果もありました。でここで課題と 解決案の、まあ、提案をしたいんですけれどもまず課題の整理としてあのこれ私自身も行っているのですが一日に何度も情報収集というのを行いあの蓄積された情報を見つけるのに時間を有しており、まあ、これが生産性に影響を及ぼしているとあの課題としておきます。で情報収集する行為が悪いわけではなくやっぱりその情報を効率的に収集し 正しく整理することが必要だと考えますでそこで解決案の提案として情報が自動的に集約されるオーサムリポジトリを作ることを提案したいと思いますでメリットとしてはなぜオーサムリポジトリかというとオーサムリポジトリを作って公開することで自分だけではなくて、まあ、他の人の,あの情報収集の効率化も役に立つということで、まあ、こういったあの提案を今日はしたいと思います で実際に私自身もオーサムリポジトリというのを作っていて例えば日本語の NLP に関する、えー、と情報というのを、まあ、このようにあの掲載していたりあとはあのチャット GPT に関する GitHub リポジトリの情報というのも、えっと、情報を収集して GitHub で公開しています、まあ、例えばあの英語でチャット GPT の情報って多いんですけれどもそれを日本語に変換してあの公開しているということを行っていますで、 改めてオーサムリポジトリは何かというところを定義して今日はこれを作るあの話なのでしっかりお伝えしたいと思います。オーサムリポジトリとはソフトウェアやリソースをまとめた GitHub リポジトリということで特定の技術領域の有益な情報のリンクを集め開発者や関心を持つ人々に価値のあるリソースを提供するものということで今日はこのオーサムリポジトリをどう作るかっていうのを ここから自然言語処理を使って説明したいと思います。でまず、えっと、1番、GitHub API を活用したデータ取得ということで、まずどのようにデータを取得するのかというところを説明したいと思います。GitHub リポジトリの情報を取得する方法としては、GitHub 公式があのリポジトリを検索するあの公式のリクエスト先というのを公開しているので、これを Python のリクエストライブラリを使って あのデータを取得しますまずあのクエリとして検索したいキーワード、まあ、ここではチャット g p t とあのしてるんですがここは何でもよくてあの作りたいオーサムリポジトリの,あの、まあ、内容をクエリとして指定してあげてあとはリクエストを送るだけでデータを取得することができます実際に取得したリポジトリ情報なんですがこのように JSON ファイルになっていて、まあ、いろんな統計情報も あってこ今回使いたいのは自然言語書類なのでこのディスクリプションという自然言語で書かれたあの情報があるのでここを使って必要な情報というのをさらに絞り込むというようなあの処理を行いたいと思います。でここが、えっと、必要な情報を見つけ出すテキスト分類ということでどのようにテキストを分類するかという方法が今の時代具体的な方法として2つ考えられて1つは 大規模言語モデルを利用したフューショット分類もう一つが学習データを利用した事前学習モデルのファインチューニングという方法が考えられます例えば、まあ、どういう意味かものかってイメージしていただくのがここになっていて例えば日本語の NLP に関連する情報を分類する事例ですがモデルに入力した時に該当するものを Yes そうでないものを No と付与するようなあの例です。 あの先ほどのディスクリプションがあったと思うんですけれどもそれを入力した時にこのディスクリプションのテキストが日本語 NLP に該当するかイエスかノーかみたいな感じでラベルを振ることによって情報というのを抽出することができますでこの大規模言語までを利用したフューショット分類の方法もまたここでも2つ分かれていて1つ目はオープンウェア API を利用するということで API を利用するメリットとしては簡単に大規模言語モデルを使えるというようなメリットがあります。デメリットはその分利用料が必要となるようなデメリットになっていましておすすめのモデルは非常に安価に使える GPT3.5 ターボがあの安価に使えるのでおすすめかと考えています。もう一つが HuggingFace に公開されている大規模言語モデルを利用するという方法が考えられてメリットは一度ダウンロードすると費用なしに検証可能。 することができるですけれどもその反面動かすために GPU リソースが必要というようなデメリットがあります。でおすすめのモデルとしては、まあ、これいろいろ検証して分かった結果インストラクションチューニング済みのラマ2系のモデルが非常に汎用性も高くてあの分類するには使えるんじゃないかなと思っています。であともう一つこれがまあ,あの 今従来の方法かと思うんですけれども b ー r t モデルをファインチューニングするような方法も考えられるのですがメリットとしては CPU で動くようなモデルを作れる反面やっぱり学習データを作るというような作る必要があるというようなデメリットがありますで実際にここでは大規模言語モデルを用いてテキスト分類するような方法を説明したいと思いますで方法としてはこの 少数のサンプルを提示することで分類したい事例を予測するということを行います。でまずここでフレーの場合ということであのクエスチョンとしてクエスチョンは日本語で説明するとこのディスクリプションの内容は日本語の NLP に関連するかイエスかノーかで答えてくださいというような質問を与えます。で次にディスクリプションが与えられてこれは AWS ツールキットの話なのでこれは 日本語 NLP に関連しないだろうということで NO というような不例の情報を与えてあげます。で次に政令の情報なんですけれどもこれはあのエラスティックサーチの日本語の黒文字のアナライザーのことをあの説明しているのでこれはまさに日本語の NLP の情報だということで YES というような、えっと、事例を与えてあげます。で最後にここに予測したい事例をディスクリプションとして与えてここの アンサーのところは空白にしておきますで。この空白にした部分を大規模言語モデルが次の単語を予測することによってイエスかノーかで答えてくれるのでこのような方法でテキスト分類というのを行うことができます。で実際にあの Python で定義したプロンプトなんですけど、まあ実際中身はこの文字列であの表現することができます。であと実際に OpenAI API を利用したテキスト分類の方法なのですが 結構簡単に実装できて OpenAI API の, AP の公式のライブラリがあってそれをインポートしてモデルを定義してあと先ほどあのお見せしたプロンプトを指定してあとリクエストを投げるだけでイエスというような結果が返ってくるような方法で簡単にテキスト分量を行うことができますあとハギングフェイスに公開されているモデルも同様にあの テキスト分類を行うことができます実際にあの検証してみたんですけれどもテキスト分類どれだけフューショットの事例で分類できるかというのを検証した結果たった2件の事例を与えるだけでも非常に高い分類性能を実現することができていましたあの日本語の NLP の情報を、まあ、これまで集めていたのでそれが分類できるかというのを試してみたところ、まあ、GPT-4 では約2,000 500件学習したバートモデルに匹敵するような性能を出していて本当に少数のサンプルを与えるだけでも、えっと、分類することができるというのを確認することができました次に、えっと、情報を分類したのでさらに分かりやすく情報を伝える多言語機関翻訳についてもお話したいと思います必要な情報を見つけ出すことができたのでそれを分かりやすく伝えるまず 多くのユーザーに情報を伝えることもできるし、見る自分自身も例えば英語の情報を日本語で分かりやすく取得できるというようなメリットがあります。ここでも具体的なあの手段としては、オープン ai API を利用するか、ハギングフェイスに公開されているモデルを利用するというような方法が考えられます。ここでもオープン ai API を利用した多言語機械翻訳のあの例を示すのですが、まここでもあの先ほどのテキスト分類で。 全く一緒でラライイブラリををンポートししててモデルを定義ここでのプロンプトの中身としてはターゲットラングで翻訳ターゲットしたい日本語ということでその入力のテキストが英語でこう与えられてプロンプトとしてこの入力を日本語に翻訳してくださいということを大規模言語モデルに入れると 先ほどの英語が日本語で必要した結果というのを得ることができます。で、あと参考になんですが、こういった情報を集めて、さらに欲しい情報を自然文だったり、キーワードで検索する方法も Python を使って行うことができます。で、最後に情報が自動的に集約されるオーサムリポジトリの作り方ということで、あの分類して翻訳しました。それをどうやってオーサムリポジトリにするかといいますと、 それは非常に簡単でこのようにあのアスタリスクリポジトリ名 URL- 説明文でオーサムリポジトリというのは作れるんですけれども大事なのはそれだけではなくてユーザーに価値のある情報を追加すべきだとあの私がこれまで作った経験から思っていて例えば統計情報の追加ダウンロード数だったりスター数というのをオーサブリポジトリに追加してあげることでどのリポジトリを 選択すべきかっていうのをヒントを与えることもできますしあとは翻訳した結果を載せてあげることでその情報を必要としている人は世界中にいると思うのでそういった方々にも届けることができると思いますあとは構造化された JSON データというのも、えっと、提供することでオーサムリポジトリの二次利用というのも促すことができると考えていますあとあの あとここで作り方なんですけれども、まあ、このような方法でオーサムリポジトリで作れるんですけれどもそれを手動で作るんではなくてできる限り自動的に作れる方法というのを構築した方がいいと考えていますあのクローンタブなどを設定しあの各処理を自動化しておいて最後に Python リポジトリでリ GitHub にプッシュするみたいな、えっと、自動化を行うことで、まあ、負担も少なくなりますしあとは リドミドットあのマー .markdown のファイルを直接編集しないということでこれ直接編集してしまうとわけが分からなくなってしまうのでできる限り Python スクリプトで作るという方法をおすすめしますあとは定期的な情報収集を行うことも自分にもユーザーにもメリットになると思うのでこういった方法もおすすめですでこのような方法であのオーサムリポジトリの完成を完成することができます最後まとめですえっと 最後まとめ大規模言語モデルの自動情報収集についてあのまとめてみようと思いますで、まあ、皆さんお分かりの通り毎日新しい情報が出現する、まあ、状況というのは変わらないだろうと思いますですが今お伝えした通り大規模言語モデルを活用することで効率的に情報収集することが可能になりましたかつプロンプトでモデルを制御できるため自然言語処理を簡単に活用できるようにもなりましたなので 私がお勧めしたいのはオーサムリポジトリ作り GitHub に公開しようそれはみんなの役に立つと思うのでこういうことをあの今日は話したかったと思いますで最後に結局どの言語モデルを使うべきかというところでまずは OpenAI API、えっと、を利用してその解きたいタスクが解けるかというのを検証することがお勧めだと考えていますインターネット上の情報も豊富ですしあと便利 ライブラリーラリングチェーンだったりラマインデックスなども連携もよいですし初期費用なしに低コストであの行うことができます。でこれを検証した後にハギングフェイスのモデルで同様の検証を行うことができてもしハギングフェイスのモデルでうまくいくんだったらそれを使えばいいと思うので、まあ、このような方法であのオーサムリポジトリを作ってあの GitHub にあの公開してみたら どうですかというようなお話をさせていただきました。えっと、以上となります。本日はありがとうございました。Thank you, i s a i s e Keda, for your presentation.If you have any questions, please raise your hand. 非常に興味深い話ありがとうございます。えっ、ー、とあの gpt で法でえっ、ー、と検証してからハギングフェイスに移行したいというふうに言ってるのはやっぱり、それは課金のお金の問題があるということですか？あ、おっしゃる通りですね。あの gpt 4。結構あのお金かかってしまうことがあるので、もしあのああとそれもあってかつ？ ハギンフェイスの、えっと、ライブラリを作っても使っても GPT-4 以上の性能を出すモデルというのがあの存在しているのでまあそっちも使ってみるのはいいんじゃないかなと思うんですけれどもその大きなモデルを動かすのも GPU リソースが必要なので <laughs> まあそれがちょっとトレードオフかなと思います。まあ、そういった理由ですあ、えっと、すみませんで、えっと その場合に、えっと、もう一つの考え方としては、えっと、お金がかかってもいいからその分を回収できるような方法を考えるという手もあると思うんですが GitHub で募金を募るとか <laughs> <laughs> そういうのはいかがでしょうか <laughs> あもうそれも人はいらかか全然なです使ってるからあのスポンサーしてくれというのがつの手だしあのスポンサーしてもらったからでやらなきゃいけないと思うしそのスポンサーしてくれた人も情報を見れると思うので非常に素晴らしい仕組みだと思います。はい、ありがとうございいますはい こちらの質問で最後にさせてくださいあの非常に面白い発表でありがとうございます。えー、と2つ、本当はいろいろ聞きたいんですけど、つ1つは、えー、とまず、まあ、大規模言語モデルを使って、まあ、情報をフィルタリングしたり翻訳するっていうところに使うっていうのは面白いあい使えると思うんですけど何ていうか、それだけでどのぐらいできるのか、例えば今あの、非常に高い精度ということで、例えば今70%程度。 とかって出てて、確かにこれはその機械学習の制度としては非常に高い。ただ一方でその人が使うときにそれがどのぐらい有用なのかっていうのはまた別問題ですよね。で、それでまあ実際にそのま翻訳の精度も含めて運用してみた感触がどうか、人の手であるいは手を入れたりしてるのかっていうのがまあ一つ。もう一つはえっと現今の話だとなていうか、えー、世にある情報から NLP に関する情報をフィルタリングするっていう話だったと思うんですけど、オーサム系のリポジトリなんていうか強いものをフィルタリングするっていう機能もある。うん 思うんですでその辺りはまあどういう手法があるのかあるいはそこに LLM とかを活かすようなこともあったりするのかとか、まあ、ちょっとその良いものを選ぶっていうふうにのはどう考えられてるのかっていうのをお聞きしたいです。 ありがとうございます。まず、最初の質問に関しては、実際にあの今回、nlp とチャット gpt のリポジトリを公開しているので、それってもう本当にチャット gpt で英語であのあるもの日本語であの翻訳しているので、ぜひそれを見ていただければ、あのどれだけ翻訳できているかっていうのをあの確認することができます。まあ、結論から言いますと、全然あの使えるものだとあの思っていて、あのというのはまあこれ情報を見るだけなので、あの厳密な翻訳というのは求められてないので、そういった。 シチュエーションだと使えるという判断です。あと、必要な情報を見つけた2つの目の質問ですが、それは私が取り組んでいるのは本当に単純に、スター数、フォーク数、ダウンロード数を見ることで必要なものをフィルタリングするということを行っています。以上です。ありがとうございました。タイムは終わりです。 thank you very much for your talk everybody everybody please give a huge round of applause to our <laughs> speaker